バルセロナ交響楽団は、バルセロナを本拠地とするスペインのオーケストラ。1944年に、エドゥアルド・トルドラによって創立される。カタルーニャ州とバルセロナ市によって形成される、オーディトリウム・オーケストラ協会のメンバーで、1999年4月より、スペイン人建築家、ラファエル・モネオのデザインによるバルセロナのラウディトリを、本拠地としている。それ以前は、 世界遺産のカタルーニャ音楽堂を拠点としていた。クラシック音楽から現代音楽までのすべてのジャンルをレパートリーとし、とりわけ、カタルーニャ地方出身作曲家の作品の普及に努めている。リセウ大劇場において、定期的にオペラの演奏会形式公演を行っていた時期があり、プロコフィエフ、トバクシ、ワーグナー、リエンツプッチーに該当。二千十四を取り上げた。 オーケストラの重要なプロジェクトの一つとして、国外ツアーも頻繁に行い、これまでにカーネギーホールなど、世界的に著名なホールへ客演し、またロンドン、ロイヤル・アルバートホールで開催される BBC、プロムスなど、国際的な音楽祭に出演している。2013年2月には、オーストリア、スロベニア、クロアチア各国へのツアーを行った。 その70年以上の歴史を通じて、デッカ、EMI、オビディーズ、ホッホ、クラーベ、ナクソス、テラーク、BIS レコードなどから世界的に著名なソリストと、共に、モンサルバーチェ、ジェラール、ファリア、ダルベール、アルベニス、ドホナーニ、バルトーク、ビゼー、ロドリーゴラの作品に焦点を当てた録音を出している。2000年9月、トマス・ブレトン、歌劇、 ドロレスの録音や2004年カルメンシンフォニー2006年にミシェル・カミロと共演したラプソディン・ブルーの録音がラテングラミー賞ベストクラシックアルバム部門を獲得その他にも EMI から著名なギタリストスー・フェイアン・オス・リストに迎えてアラン・フェス競争曲をリリース出版社トリートへのアルベニスのオーケストラ作品の学術録音などがあるナクソストは 確固とした共同関係を確立し、近年では、マヤアベアやモンサルバーチェ、マスネ、グラナドスの作品をリリースした。バルセロナ交響楽団は、バルセロナの主要オーケストラの一つとして、スペイン人作曲家作品の世界初演を多く手掛けてきた。ありがとうございます。